今日はあまり公開できないことをガンガンやりたいと思いますんで、最初は杉田水脈叩きと、それから反日自虐映画でね、神の歌、これがどういうふうな問題が起きているかという話をします。まずいつものように今日の言葉、不臭うずべし。これは道元禅師の消防現像を私全部ねワードに入力したんですね。3年かかりましたね。でやっぱりこれが一番いいなと。関空うずることなかれ、関空いまだ人を破らず、関空いまだ道を破らず、ただ不臭うずべし、不臭それ人を破り道を破る。諸熱おずることなかれ、諸熱いまだ人を破らず、諸熱いまだ道を破らず、不臭よく人を破り道を破る。まあとにかくですね、その一日にたった一つのことでもいいです。その学ぶということね、これを続けること。そうするとね、またその退かない、前へ進むということができるね。でこれ非常に大事な言葉だと私思ってます。あとですね、これもう一つはですね、これ今なかなかこのアイヌ問題もそうですけども、政治家あるいは本来学者、さらにはね、心ある人がきちっとその立場を表明してほしい、してくれないというね、そういうところあるんだけど、まあ、道徳を聖守する者は一時に弱化けたり、まあ、道徳を守っている人はひとときね、これはなかなか寂しい思いをするだろうと。天性に依する者は万古に清涼的、まあ、要するに天性におもねってる人、そういう人はね、永久にその寂しい思い、そういう思いをするよというね、まあ水古道喧騒という民末の陸将校という人の言葉ですけどもね、だから、ね、みんなこうワイ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 やっているのは楽しいし、寂しくなくていいように思うけどもね、やっぱりこれは何がね義かというね、そういうことをきちっと守って生きていくっていう、その戒めになる言葉だと思いますね。まあその次、王陽明の言葉で、天下ことごとく信ずるも王子となさず、ね、一人これを信ずるのみなるも少なしとなさずという、そういう大事な言葉だと思いますね。まあ山本夏彦かなんかが言ってたけどね、人の口は 何のためにあるかってね、みんな同じことを言うためにあるっていうね。で同じことを言うのは誰でもできるけども、やっぱりちゃんと自分のスタンス保って、道徳を保って、そして、きっとその、ね、正しいことを言っていくっていうことは大事なことだと思いますよ。さあそれでは本題に入ります。まずこの北海道新聞で、まあもう今更批判してもしょうがないんだけども、やっぱりちょっと常軌逸してるなっていう感じしますね。まあその杉田水脈叩きとね、それからもう一つはこの東川町がね、企画した反日自虐映画のカムイの歌宣伝、これはもうとても、これはもう世界に広まっていくんで大変な問題だと思います。で自分がね最初にその杉田水脈叩きを見たのはね、これ2018年7月27日の毎日新聞ね。で以来ですね、これことあるごとにその杉田水脈叩きを行う。でこれ少子化対策の話をしているときにですね、子供を作らない、つまり生産性がないというね、まあ、そういう発言を取られて人格を否定されたという大騒ぎしたわけですね、 LGBT およびその支持者が。ただねこれ生産性がないイコール人格否定ということはね、にはならないわけでね、例えば生産性があれば人格をね尊重したかって話になると、まあ早い話がですね、チンギス・ハンのね子孫なんか1600万人の支那大陸にね、それから清朝のヌルハチの子孫は160万人ぐらいだとしたら、それで、まあ、いわゆる人格の尊重否定ということになるとですね、ヌルハチの人格はチンギス・ハンの10分の1かって話になるわけですよ。もっと言えばですね、男と女、男はね、まあ、早い話条件さえ整えばですね、500人でもね1000人でも、例えばまあ、そうね、あまり大きな昔の話してもしょうがないから、徳川将軍ね家成なんかはね53人かね、子供作るけども、例えばロシアのねエカテリナはね6人しか子供作れないわけね、女だから。まあうちのばあさんは11人か作ったけど、ね、それでも11人が精一杯だよね、そうしたらね、じゃあ究極のことで言えば男はね100人でも作れるわけですよね。そしたらこれ男尊女卑そのものでないですか、ね、生産性で人格をうんぬん言うっていうんだったら。そういうことにこの LGBT の人たち、あるいはそれを支援する人たちは気がつかないんだね。要するにね、その生産性っていうのは数の問題でしょ。で、人格っていうのは質の問題でしょ。数の問題と質の問題を比べる。まあ私がよく言うのは、例えばスピード違反っていうのは程度、数字の問題だよね。ところが酔っ払い運転っていうのは、これ質の問題でしょ。その違いなんだよね。
まあ、簡単な話をするとね、だそういうことがね、分からない人たちがあまりにももう今こう理論的に論理的に考えていけない人たちが多い、もうその場ですぐね、このなんていうか、こう短絡的に反応してしまって、それをまたマスコミが煽るという、そういう時代になってしまってるんで、誰かがそういうところにね、一言言ってくれる人がいるといいなとは思うけども、正論も産経新聞もさっぱりそういうこと書いてくれませんね、最近ね。で、これはね、杉田水脈さんが指摘したコスプレ田原がね、出かける前の同心記事ね、私、こういうの全部取ってるんですよ、もうね、平成28年。で、これね、出かけるのは、国連女性差別撤廃委員会ですよ。アイヌと関係ないの。ね、だからコスプレなんですよ。で、そこにね、複合差別なんてね、ものを考え出して、要するに、これでですね、国から金もらって、スイス旅行をタダでしようというね。で、ここ、同協会札幌支部は独自に2005年、10代から70代以上の道内のアイヌ民族女性約240人を対象に調査した。読み書きが困難な女性は10代を含め全体の3割いて、目悪いんじゃないかと思うんだけどね。恋人や配偶者から暴力を受けても、診療が必要な状態になってから初めて医師に相談する人が多いことが分かったって。これ、何なんですか？これ、アイヌと関係ありますか？こんなことをね、どうしようもない。まあ、そもそもこの独自調査が正しかったかどうか。これ、昨年のね、内閣府の全国調査結果ですよ。これ、ね、報道などを通じて差別を受けているという話を聞いたことがあるというのが、これがね、62.8%。差別を受ける場面を見たり、話を聞いたことがないというのが最多だったと。これがね、きっとね、大きな影響を与えたと思いますよ。要するに、アイヌが差別されてるということは、報道をもっともっと煽らなきゃダメだっていうね。まあ、そういうことだと思います。で、これ、例えばね、これなんかもう典型的な、あれですね、コスプレですね。大体これ、ショタン島のアイヌっていうのは、これ、キリスト教者ですから、キリスト教者の、墓石にですね、酒をかけるというね、こういうバカなことをやっている。もちろん、アイヌ文化に墓参はないし、カムイの実は男がするもんですから、全くこれ、アイヌ文化破壊だし、キリスト教者に対する侮辱ですね。まあ、こういうね、これまた北海道新聞もこういうね、これをまともに取り上げて書くし、まあ、アイヌ自体もね、お仲間の宗教も知らないというね、そういうことなんですよね。まあ、これ、当時、ソ連の侵攻とともにね、仕上げてきた人が、中志別の神草っていうところにね、教会建ててます。で、これがその時持ち出してきた製造ですね、右腕が折れてしまってますから、よっぽどね、混乱の中で持ち出したんでしょうね。で、これ、例のコスプレ、右が田原良子ですか、それからこの安倍和氏の娘ね、でこの中国人と糸数、そしてこれが三つのか、まあ、こういう、ね、人たちがこのだらしないですね、帯もしないでね、まあ、こういうことなんですね。でこれね、アイヌ政策検討市民会議ね、ジェフ・ゲーマンっていうね、これがこのジェフ・ゲーマンっていうのが首相宛ての、ね、意見書をまあ中心になってまとめたわけですね。でここにね、その安倍和氏がいるんですけども、ここにですね、こう私の妹と娘が杉田氏のブログで取り上げられ侮辱されたとこう言ってるわけですね。でこのジェフ・ゲーマンってどんな人間かっていうとね、このアイヌ政策検討市民会議っていうのは、まあ、例の上村秀明ね、最初はアイヌを盛んに煽って今は沖縄一生懸命やってますよね。要するに沖縄を独立させよう独立させようっていう、そういう人ですね。から宇梶なんかはこれ、ね、娘の頃差別なかった楽しかったって言ってたのに、いつの間にかばあさんになったら急にね、差別されたって言い出しましたね。江森さん、これは北海道新聞御用達のね、アイヌ御用学者ですよ。それで、北海道庁のね、役人がね、一生懸命アイヌを守ろうとした、そういうことを、その土地を取り上げたとか、そういうふうに誤解して書いてますね。まあ、いろいろいるんだけど、このジェフ・ゲーマンの前はね、丸山博ってこの室高台のね、先生が、前の代表でやってましたね。あとはもうね、これ、殿平ね、これはもう偽墓穴、偽人骨の一乗寺のおじいさん。これは上信州大谷派ですね、これもね。それから花咲公平、これはもう何回も言ってるけども、米兵連から金もらってた人たちですね。この静かな大地に、アイヌ議連の鈴木宗男とね、今津さんがこれ、コロッと騙されて、アイヌ議連で、先住民族国会決議に持ち込んだわけですね。まあ、あとはもう、テッサ・モーリス・スズキとかね、これもう、田中良次の完全なソ連のスパイ、同立高校を終わってからは、ソ連の教育大学の講師になって行ってましたね、吉田邦彦は、今になってなおね、満州での壱岐化学兵器の被害者を救えって、
これ現役の北海道大学教授ですよ。こんなことやってますよ。それからですね、まあ、これなんかもね、この杉田水脈を差別認めろって言ってね、こう署名を集めたんですね。これは田原良子と、それから糸数と、これあれですね、社民党の福島みずほか、こういうのがね、一緒になって、活動している。こんなのいち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 北海道新聞報道するんですからね、これどうかしてると思いますよ。まあ、これをいちいちこうやってね、記録に取ってる私もね、どうかしてるかもしれないけど、同心のストーカー。これね、面白いの、この、左隅の記事ね、この辺りからね、もうすでに、アイヌ新法ね、改正のための運動が視野に入ってるわけですね。で、この、ここ、国及び地方団、公共団体は、中略アイヌ、政策を策定し、及び実施する責務を要するとこうなってるんだけど、どこでもやんなきゃいけないかっていうわけでもないんですね、これちゃんと5条を見ると。うん、これ、2条の定める基本理念にのっとりだからね。それからね、その部分を除いてるわけですよ。アイヌ文化を正しく刷新するっていうね、ことなのよ。それが、まるでそんなことをね、ないように、新聞は中抜けして言っている。それから、国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について、適当な措置を講ずるよう努めなければいけない。国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動、その他活動を通じて、アイヌに関し国民の理解を深めるように努めなければいけない。で、こういうことをやるもんだから、各小学校、中学校にアイヌを招いてですね、差別された、差別されたって、講演させるわけですね。貴重な授業時間を使ってね。で、国はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施する、アイヌ施策を推進するための必要な助言、その他の措置を講ずるよう努めなければならない。つまりですね、今回、まあ後で紹介するけども、東川町のやったようなことを、史実に反するようなことに対しては、必要な助言をね、国はしなければいけないから、これはね、しっかりとね、国に対して、申し入れをしなきゃいけないというふうに思ってますよ。で、まあ、仕上げというかね、そういうので見るとですね、もう散々やって、去年の12月になるとですね、このなんだか、古谷、常平っていうのかね、ほとんどこの人、頭おかしいんじゃないかっていうふうに、ね、私思ってね、まあ、どんな人か知らないんだけど、例えば自分の思い込みでですね、公金すなわち税金を不正に、利用して、一部の活動家が経済的 利権という甘い汁を吸っているという、ね、両方とも事実とは違い、根拠が乏しい都市伝説だって、もう散々ね、みなにね、これ知られてる事実ですよね。例えば就学資金だったらそうだし、住宅だって、免許だって、それから今回の映画だって、みんな公金なんですか。ずるずるだから、中中中ですよね。でね、この人、なんていうかな、要するに、これはアメリカのね、先住権運動と、アイヌとをね、同一させたいんですね、この記事はね。でも全然違うでしょ。例えば、最初今、先住民族の国連宣言なんかも、何を最初想定したかっていうと、南北アメリカ、それからオーストラリアですよね。この2つが想定で始まった話。そしてそこから、今度、アジアも、あるいはアフリカもっていう話だけども、結局ですね、どこで線引きして、アメリカとオーストラリアだけ言ってた時には、先住民族の定義っていうのは明確だったんですよ。要するに、白人が進出する以前に、そこに住んでいた人たちってね。ところが、じゃあアジアは、アフリカはってなった時に、アフリカなんかは部族がぐる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 入れ替わってね、移動しますでしょ。そうすると、どっちが先住民族だって話になった時に、決まりがつかない。アジアもそうですよね。そして、日本だって、そういうことで、結局先住民族の国会決議には、先住民族の国連宣言には定義がない。定義を保留したんです、わざわざね。そういうことも知らないでこういうことを言っておるというね。札幌で少年時代過ごしたって言いながらこれ、さっぱり北海道のこと知らない人ですね。でね、これどういうことかっていうとね、差別っていうのはね、これ浅田理論って何回も紹介したかもしれませんけど、ブラック解放同盟中央本部第2代中央執行委員長ね、これ浅田善之助って言うんだけども、これがですね、不利益と不快を感じさせられたら全て差別だと。差別か否かというのは差別、非差別者しかわからない。差別と感じたものに全ての決定権と主導権がある。だから我々は、ね、差別だって言われたら何を言っても反論できないんです、この浅田理論ではね。だからこういうもうめちゃくちゃな話だから、これもうね、こういうのにもうアイヌが全部どっぷり使ってますね、今ね。そういうことですよ。で、問題のこのカムイの歌ね、これ交付金だけで1億2716万円使われてる。
それにふるさと納税2億5000万円かけて反日自虐批判の映画を作ってるわけですね。でこの漫画本の配布なんかにさらに千数百万円が今年また投入される予定ですね。ひどい話ですよ。まあこれアイヌ新法に、ね、基づいてお金が出るわけです。ですから交付金としては8割これ交付金、国の交付金が地方自治体に直接出されるので8割っていうのは非常に大きい額だそうですね。うん、で私はこれ旭川市で上映された実写見てきましたけど、まあ、ここで一部紹介するものは全てネット上で公開されているプロモーションビデオですね。うん、まあ東川町にね大切じゃんあるじゃないかってねいう話だけども、これもねこの間詳しい人に聞いたんです。いわゆるカムイミンタラってね大切案件につけてますでしょ。だからねそれ以前はね昔は大雪山中央高地って言ってたんですって。で戦前に、まあ、大雪山っていう名前がついて、そしてごく昭和40年頃にカムイミンタラっていうアイヌ語をつけたんだけども、そのカムイミンタラって何かって言ったらね、今神々が遊ぶ庭とか言ってるけども、そうじゃなくてアイヌ語ではねヒグマが寝転がった後ゴロゴロした後ヒグマって腹いっぱいになるとね餌魚釣り行ってると分かるんだけど、フキとかイタドリとかこう川の中歩いてるでしょ。でどっか上がるとこ探してなんかって言ったら空いてるなと思って上がっていくと、そこをクマが、ね、食ってそこでしばらく寝た後あるんですよ。そこをカムイミンタラって言うんだそうです。そんな東川だけでなくてどこにだってあるわけですよね。芦別にだってあるし、ね、周辺で言ったらね深川にだってあるし、それが本来だって。で今日も確認してきたんだけど、砂沢倉さん の夫がね、横万別で山開きの神の目をやるっていう時に、そんな横万別なんていう名前自体がいい加減なもんで、そんなことでねやるのはけしからんって川村兼人さんを怒ったようですね。うん、まあ、そういう全然伝統もそういう大切さにはああいうのは全く関係ないという話だそうです。それで、まあ、これね現在の旭川市に在住し、金田一京介に見出されて、東京でアイヌ伝承文学、ユーカラを翻訳し、アイヌ信用集を残した、チリ・マシホ、チリ・ユキエをモデルにした映画というふうに紹介されてますよ。うん、で、これがね、問題なのはね、海外に発信されて、もうすでに去年のうちからですね、いろんな海外で賞を受賞しているようですね。で、よくよく見たら、これ、毎月1回とかね、あれですよ、審査がされてね、おそらくこういうのって金出したところが賞をもらえないかなっていうふうに思うんだけど、どうなんでしょうかね。うん、まあ、いずれにしてもこんなね映画がですよ、海外に出されるっていうのは、反日石碑ならいいですよ、東川のね、なんぼ立ってても見に来なきゃ分かんないから。だけど映画ってどん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 ばらまかれるでしょ。映画以上に大変なことだと思いますね。これご覧ください。ちゃんと差別と迫害に満ちたアイヌ民族の史実っていうキャプション入ってるんですよね。でこれは、ね、これもこれ、壮絶な民族の史実なんてことになってる。で、漫画。ね、例によって強制労働ね、動物以下の扱いってね、ぶたたかれてね。まあ、要するにもう漫画でも東川町ね、お得意の強制労働、強制変更ですからね。いや、ひどい話。でね、これちゃんと文献残ってるんですよ。東遊記に見る鰊漁の風景ってね、これが江戸末期、もう、まあ、茎の時期は彼岸水から50日、7日ごとに茎が来る、魚を右手に乗せればすぐ左手に金が乗る。ね、男女商人武器医師まで総出でニシンを取りさばく、病身隠居僧侶負者以外は総出だと、落ちたニシンを拾う家父でも給料は稼ぐ、給料ったら今で言えば90万円ですからね。で大体まあこの時だけ働いて、もう餌師とかそういうニシンが来る場所の漁師はもう漁師っていうか人たちは何も働かないという。でこれ江戸島機関にね、これも幕末の絵ですけども、ちゃんとこういうふうにアイヌと和人が仲良く働いてるんですよね。アイヌをぶたたいてるなんていうことはない。ところがね、面白いんだよ、これ。このね、茅野茂さん。これ1995年にね、茅野さんが参議院議員の時代にですね、監修して作った画集なんだけど、ここのね、ところ。くなしりめなしの、ね、これ、この絵をね、こういうふうに描いてるの、こういうふうに。くなしりめなしの決起が鎮圧された9年後に、畑脇丸は、蝦夷地に初めて足を踏み入れた。アイヌの描き方が人間的であったが、和人もまた同様穏やかに描き、その共存ぶりをユートピア風に表現した。これは彼の理想画と言えようってね。どうなっちゃった。ところがね、今アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和さんね、この人すごい割と反日的なんですよ。その人でさえこの江戸島機関についてアイヌ文化に温かな目を注ぎ、深い理解と細緻な観察によって図説による優れた記録が残されたと、こういうふうに書いてるわけ。これが1982年、その13年後に、茅野さんはこういうことを書くわけですよ。茅野さんも相当な運動家ですね。うん、
まあ、とてもじゃないけどね、この萱野さんの書いたものは、まあ後からも少し出てきますけど、とんでもないですよ、あの慣習はね。で、まあ、アイヌの歌人ね、イボシホクト、これ、ニシン漁に関する歌、これ、大体昭和の初期ですよね。久しぶりで荒い仕事をする、俺の手のひらいっぱいに痛い豆できたとかね、食うものはね、さっきは奴隷のように働かされたけど一生飯食えるんですよね、ニシン場に行くと。そしてニシン場の雇いになれば100円だ、金が欲しさに心が動く。でね、これ昭和初期の100円って莫大な金なんですよね。例えばね、私の愛別にね、もうあれもう上から下までみんな東大行っててね、田舎に。その人はあれですよ、上野駅での前で旅館してたけど、進駐軍に300円で接収されて、子供11人もいるから食わせないかんって言って、魔界別に来たんですけども、まあその人、なんか、300円ですね。それで土地買って、そこで農家やって、11人の子供を育てて、ね、みんな大学に入れて、そうやって、暮らしたあの人です。で、だからいかにその300円っていうね、お金がね、すごいお金だったかっていうことですよね。100円っていうお金がね。でね、面白いなと思ったのはね、これ中空野の老人からね、これ直接聞いたんだけども、自分は尋常小学校を卒業したら、開拓農家ですよ。すぐに、ニシン場に行ったと。で、まあ、二月ぐらい働いて、開拓農家が1年で稼ぐ現金を持って帰る。で、なんで中空野が、農家がそんなとこ行くんだと思ったら、あそこね、金山ダムができる前は、全部芋だ、芋畑だったんですって。田んぼできなくて。それで、でんぷん工場が20ぐらいあったって。これは、まあ、富良野の歴史に詳しいと聞いたんですけども、つい最近。それで、秋からですね、秋というか、大体夏場から、じゃがいも取れるお盆過ぎから冬まで、でんぷん工場に大量の妊婦が必要なんで、じゃがいもの取り入れと合わせてね、それが西場から来るんです。で、富良野と西場とは行ったり来たり。そういうことで、中富良野の農家はね、そういう次男三男坊はそういうところに行って働いたんだなってことが納得しましたね。まあ、これバチェラー八重子とかね、吉田菊太郎、砂沢倉、それから井越翔と千里幸恵、千里真翔、これは同じ頃に生まれた人なんですけどね、どんなことを言ってたかっていうと、バチェラー八重子なんかは、まあ、千里幸恵の大先輩ですけども、この人はですね、とにかくアイヌの自立、これが大事だと。で、旧路人保護法ですっかりね、もう働くことを忘れ、自立することを忘れた人たちが、今度は農地開放になったと、戦後ね。それで、まあ、不在地主の土地はみんな取り上げられちゃったわけですけども、今こそ、ね、アイヌがそういう生ぬるいところからね、目を覚まして、一生懸命自立することができるチャンスだというふうにね、わざわざ歌を残してますね。吉田菊太郎、この人も、もうアイヌは酒ばっかり飲んでるからダメだ。自分も酒飲んで大失敗したと。それで、なんとか、自分がね、まず酒をやめて、そして、チェロット村って言ってね、帯広のちょっと向こう、幕別か。あそこにあるんだけども、そこの、で、あれですよ、強風会って言ってね、みんなの禁酒を訴えて、そして、かつ、アイヌ文化の方もきちっとした人です。それから、砂沢倉さん、それから戦前にこの人、実はね、北海道アイヌ協会っていうのは戦前からあったんですよ。で、初代はね、日本人だったんだよね。だから今の北海道アイヌ協会からその歴史消されてるね。で、それから砂沢倉さんも、アイヌをいじめたり馬鹿にするのはね、教養のない、人たちばっかりだったってね、ちゃんと書いてますわ。ちゃんと教育受けた人はそんなことなかったって。まあ、井星北斗はね、東京に行って働いてたんだけど、ね、すごい不景気になった時に、自分より能力のある和人、能力と同じような和人が、次々と仕事を辞めさせられていく。自分はアイヌということで甘やかされて、仕事が与えられている。こんな差別はあるかって言って辞めて帰ってきた人ですよ。そういう差別だったんだよ。ね。で、チェリー系は、そうやって、今日は来てないな。旭川のある人はこの間来て言っていたけども、自分のおばあさんもね、やっぱり千里幸恵っていうのはもう憧れの的だったってね、そういうふうにちゃんと言ってたっていうんですから、千里真翔、これはもうね、この千里真翔とそのお兄さんは、2人とも成績優秀で、ちゃんと中学、まあ、今で言う高校行って、大学行って、お兄さんは今の、あれ、小樽商大になるのかな、そこの先生か、それから千里真翔は東大出て、北大の教授になってますよね、だから能力の問題なんですよ、単に。これ、ね、暴力振るわれてね、なんだっけ、むっくりを折られて、そして、顔に傷つけてる映画、これ見てください、漫画もそうよ、へえ、あんたはアイヌなの、アイヌの分際でここに入ってくるとは、ね、ここはあんた来るとこじゃねえよってね、まあ、こうやっていじめられる、それから副球長かに指名されたのに、みんなの投票で引きずり下ろされるという、まあ、こうやってね、和人はね、見たくなく書かれて、いじわるそうに書かれてですね、ぶん殴られる、こんなことをね、映画と漫画でやってるわけですよ、嘘ですよ。これ、金田一京介が、アイヌ信用書に書いてます。在校中は副級長に選ばれたり、抜群の成績を勝ち得てうんぬんと。
学校でも三端の的となったものでしたってちゃんとこうやって書いてあるの、ね、これ卒業写真ね、矢印の部分が地理由形ですよ。こういうね、なんていうかな、さっきのような漫画とか映画、これ同級生103人いるわけですからね、他に。だからこのその人たちに対するね、まあ誹謗中傷差別ヘイトですよね、これ。それこそね、この一人一人のさ子孫がまたね、旭川近在にたくさんいるわけでしょ。その孫さんたちがさっきも言ったように、そういう人たちに対する名誉毀損ですよね。これ学校の風景ね。でここで遅れてきた子供がですね、アイヌ語、その言い訳にアイヌ語を喋ったと、アイヌ語は禁止だとかしないでぶったたくんですよ、これ。それをかばってですね、チリユキエが叩かれるという、こんなことあるわけないね。さっきも言ったように砂沢倉さんはね、もう旭川でまさに同じところで育ってるんですよ。まともな人を差別しなかったって書いてあるわけだから、これそのチリユキエが出た学校の風景、授業風景全然違うでしょ。ね、ボッコ持って先生回ってない。先生も一緒に本読んでるよ、これ後ろの方でね。そっか、ここのとこね。まあそういうことですよね。で、これ、上川第五尋常小学校の授業風景ね。で、アイヌ国会議員ね、萱野さんがね、監修したね、のがあるんだけど、ここのとこね、面白いんですよ。ある本には、その監修したの6冊なんで全部。1冊にはね、一般の学校と変わらないって書いてある。そしてね、かと思ったらこれ、この一番右端の女の子は、砂沢倉さんなんだけども、の卒業式なんだけども、こうやって書いてある。アイヌの子としてただならぬ差別を受けるのが日常であった。終生癒されることのない心の傷をこの頃負わされるって書いてあることが同じ、ね、その写真集で違うんですよね。このね、なんとも、萱野さんって変わった人ですね。同じ監修してて。で、土人学校特別に接種した理由っていうのがね、まず一つ、文明参入に欠かせない文字をアイヌに教える必要があったと。それから、アイヌの神職不規則でね、で、早朝から通学できず別に教育する必要があった。それから、文房具を支給する必要性があった。あと、入浴をしないアイヌの指定はね、飲み知らみ、さらに皮膚病が多く、そのため風呂を用意して清潔を教育する必要があった。朝食をとってこないアイヌが多く、特別に給食が必要であった。アイヌの父兄は家で子供たちに、子守や薪拾いなどの様々な仕事をさせるため学校へやりたがらず、明治政府は学校へ子供を行かせる父兄に現金を支給した。これは朝鮮半島でも台湾でも同じようにしたわけですね。ところがですね、これ、アイヌ遠隔誌なんかこう読んでいくとね、土人学校といえば世間では土人のみを収容してアイヌ語でも教えているかのように考えている向きもあるが、事実は決してそうではない。教科書その他の組織につけても、一般小学校と何ら変わりがないのみならず、民意に示すごとく和人児童が半数以上も収容されているので、教育的に見て、いわゆる土人学校たるの特徴は毛頭ない。要はこれを維持する経費が国費支弁にたるか、町村支弁たるかの相違に過ぎない。要するにね、これ、今でもね、町村立ですよね、小中学校ってね。それを、この土人学校って名前つければ、国費になるわけですよ。国立学校になるわけ。だから、まあ、経済的に余裕のない町村は、土人学校って言って申請して、国から金をもらうように、まあ、ちょっと小ずるいやり方ですけどね。例えばこれね、二分谷なんかね、アイヌ児童が26人に対して和人が75人、二分谷って一番アイヌの多いところですよ。そんなの。ね、和人がアイヌの3倍いたっていうね、これ北正明さんってね、非常に文献いっぱい残してる。これ長久保秀次郎ってね、これ聖公会の、ま、牧師さん、牧師じゃないか、なんていうんだろう、司祭さんなんですけども、これも春名湖畔にね、春名尋常小学校というのを建ててね、そして、27人の入校者のうちですね、これ実にね、このとこ、ここは和人は2人だけだった。だから、普通の尋常小学校だけども、ここはアイヌが25人。そういうふうに差別、区別ほとんどなくやってたんですね。名前が違っただけ。それから、これね、困ったのはね、そのアイヌの人たちって季節によって移動するよね。寮があったりとかなんかね、家族で。そうすると、どうしてもね、その入隊国があって教育に非常に苦労したっていうことが書かれてますね。まあ、鈴木宗男さんやね、アイヌ団体が折り合うごとに、土人土人の差別差別と言いますけど、当時の実態はね、ちゃんと記録に残ってるわけですね。まあ、こういう記録どんどんなくされていくんだろうと思うけど。それからこれ、北大名誉教授のね、児玉作左衛門さんをね、誹謗するような、部分もありましたよ。で、この頭蓋骨の研究についてはね、ちゃんと許可を得て児玉さんはやってる。なのに、何回もね、その夜墓を盗掘する画像が出てくるのね。アイヌ人骨の盗掘はイギリス人によって幕末に行われたものだけですからね。そういうことをね、へっちゃらで書いてるんですね。これ函館市立
図書館にね、博物館にあるやつ。ね、ここにね、児玉作左衛門さんが、実にあのこのトンボ玉ね、これに60円出してる領収書、これ、骨董屋からみんな買ってるんですよね。大日本一式2万円。これ昭和31年。ね、トンボ玉は60年、昭和13年だから、これ莫大なお金ですね。ただ、児玉さんの、あの先生のお宅は非常に裕福なお宅だったんで、そういうことができたということですね。で、東川町にね、問い合わせると、あれですよ、東川町の担当者は、この映画はフィクションだと言い訳してますけどね、これ、東川町がその漫画の最後に書いた、あの部分ですよ。生涯をモデルに物語を紡ぎ、虐げられてきたアイヌ民族の文化の重要性。もう、文字にしてるじゃないですか。この作品を通じて差別や迫害という過去の歴史だっていうふうにね、歴史に祭り上げてるわけですよ。だけど、今頃になってですね、周りから言われると、映画はね、フィクションだとこう東川町は言うわけですね。まあ、とにかく、あそこはね、フィクションの反日石碑があったりね、フィクションの、あれ、なんですか、墓穴やらに人骨があったりね、いろいろですね。まあ、それでこれ、ちゃんと調べたら、ね、1億2716万円、この映画にね、かかって、プラス、ふるさと納税で合計2億5000万円、そしてさらに宣伝費用にですね、1700万円以上ですから、これね、1700万円以上、まだかかる、国から来るのは1400万円ですよ。要するに、アイヌって言えば金が出るもんだから、何でもやるわけですね。特に東川町はね、もう反日の町ですから。そして、まあ、私は神の歌っていうのはね、税金によって作られた映画、あるいは漫画は公共物だ。日本国民を貶める捏造のアイヌ虐待映画や漫画はね、断じて許されないと。直ちに上映を中止させたいわけですね。それから東川町は、アイヌ交付金をね、直ちに返還せよというね、そういう思いでいっぱいです。まあ、もちろん、申し入れはしましたけどね、相手にされませんでした。それからこれ、アイヌ新法ってね、これ本当にね、問題なんです。要するにこの第15条ね、国は認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域規約に基づく事業の実施に要する経費に当てるため、内閣府令で定めるところにより予算の範囲内で交付金を交付することができる。これ、第1次募集で埋まらず、第2次募集で埋まらず、第3次募集でやっと埋まったんですよ、初年度。それなのに、今年また 14% かな、増やすんですよ。埋まらなかったのに。まあ、どうなってるんでしょうね、これね。国も。さあ、これからちょっとね、公開無用ですね。